森泉が新たに引き取ったビビリな犬のために人間と動物が一緒に楽しめるスペース作り果たして動物たちの反応は飼い主にダメ出し坂上道場坂上忍さんが掃除をすると吠えまくる犬をしつける意外なアイテム登場で吠えまくっていた犬がとにかく明るい安村さんが会いたかったブサカワ赤ちゃん登場